1月27日月曜日午前中の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて455円12銭安い 23,372 円6銭でした。 1.9%、およそ 2% 近い下落でした。トピックスが先週末に比べ 26.48 ポイント安の 1703.96 でした。トピックスは午前中の安い場面で1697ポイントというのがありまして、節目の1700ポイントを割り込む場面もありました。トピックス 1.5% の下落でした。そして新興市場マザーズ指数が先週末に比べ18ポイント安 2.1% の下落、ジャスダック平均株価が38円安 0.97%、およそ 1% の下落ということで、東京市場は4指数とも大幅安で午前の取引を終えています。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均2万4000円に乗せたあたりで中国の新型肺炎の話が出てきまして、じわじわと4000円のボーダーから押し戻されたというのが先週末です。そして週ですね、土日を挟みましてさらに感染が拡大しているということで、今日は窓を開けて一気に売られています。今日はアジア市場、特にその感染発症の地たる中国など多くのアジア市場がお休みでありまして、空いている大きな市場は東京だけという格好になります。アジア市場での含み損の分を東京市場で売りヘッジしようと、そうしたヘッジ目的の売りも入っているかと思われます。アジアでほぼ唯一と言っていい今日開いている東京市場に売りが集中しています。為替の方ドル円も円高ムードに触れていまして、109円を割り込んでこの時間108円の93銭から94銭ということであります。株安円高、東京市場当初一部はほぼ全面安と言っていい動きで、午前中の段階では全体の1割程度の銘柄しか値上がりしていません。全体の9割程度の銘柄が下落しています。こうした中で特にきついのがインバウンドですとか観光交通関連であります。4911資生堂です。中国とつながりが深いインバウンド銘柄ということで、今日は窓を開けて一気に売られ、株価が7000円の節目を割り込む場面もありました。売り一巡後は安値買い、押し目買い、下値拾いの動きもあってそれなりに戻しつつあるんですが、先週の水準と比べると大きくギャップダウンしています。中国で感染が拡大している、さらに日本人の現地滞在者を帰国させるなどという措置を日本政府が発表しています。このあたりパンデミック感染症の拡大というものの警戒感がまだやみません。一方で今日ほぼ全面安の中で唯一と言っていい買われているセクターが不動産セクターです。8802三菱地所のチャートです。不動産セクター、あまり中国の肺炎直接的に業務に逆風にならないと、そうした見方もあるのかもしれません。不動産ですとか電力ガスの株の一角に今日は資金が投資しています。その中不動産株の中でも特に強いのがこの三菱地所であります。先週末に中期経営計画発表していまして、それを交換する資金流入が続いているようです。今日の東京市場は中国での新型肺炎の感染拡大を受けて、唯一と言っていい空いているアジア時間の東京市場に売り物が殺到しています。日経平均株価が400円を超す下げ、 2% 近い下落となりました。以上、全引けの模様を東証アローズからお伝えしました。